そいつは後ろの入り口の鍵だよ。それがないと下のフロアの入り口が開かないからな。なるほど。もう脱走できるんじゃね？あ、もう速攻でピーチ姫のターンね。星の生徒の会話はその後か。ねえ、ティンク。この間手に入れた変身パラソルだけど、これを使うと誰かに変身することができるのよね。え、そんなもん手に入れとった？見てない間の話？これをうまく使えば、見張りに見つからずにこっから抜け出せないかしら。クッパに変身すればいいんや。そうですね。思い切って試してみますか？確か使うときは誰かに向かって B を押すって言ってましたよね。誰かに向かって？変身したい相手に向かってってことかな。今んとこ、誰かはおらんけど、ピンクでも。おー、そういう感じか。ビームを飛ばすんやな。こっちから普通には出れませんね。あ、ピーチ姫。お部屋から抜け出されては困ります。申し訳ありませんが、お部屋に戻っていただきます。ですよねー。もうクッパに変身したらあれか。なんかいろいろ話しかけられそうでうざいけん。その辺の兵士に変身すれば一番ね、何の注目も浴びることなくいけるんか。大丈夫ですか、ピーチ姫。平気よ、ありがとう。うん、私言ったらどじね。どうして見つかっちゃうのかしら。堂々と出て行ったからだよ。こっちの扉からは出られそうもありませんね。別の出口を使いましょう。ピーチ姫、変身パラソル覚えていますか？そんな秒で忘れたりしないでしょ、大丈夫です。変身パラソルをうまく使えば、ミハレたちに見つからずに、こっから抜け出そうですよ。確か使うときは誰かに向かって B を押すって言ってましたよね。ふんふん。よし。行きますか。毎回毎回、火が消えて速攻通っていくけど熱くないんかな。あれは本物の火やろ？それともよくある、電気でできたろうそくみたいな感じ？これで背後から。イエーイ。何話してんの？よう、調子はどうだい？最近仕事が忙しくて嫌になっちゃうよね。あれか。あ、でもそっか、カプとかぶっとるけん。どっちにしろ顔はわからんのか。むむむ、カメックパパ様がお城の上に何かを作らせてるらしいぞ。もしかしてあれはマリオをやっつけるための秘密兵器かもしれないぞ。よっしゃ、ぶっ壊しに行きますか。お城の上？見回りご苦労。通ってよし。あざーす。ピーチ姫の部屋やないかい。え、通ってよしなの？ピーチ姫の部屋。いかんやろ、勝手に入ったら。こっちかな？どうも。見回りご苦労。通ってよし。兵士っていうだけでどこでも入っていいんやな、すげえ。こっち玉座の間とかじゃない？びっくりした。見つかっても大丈夫よね。異常ないですって脅かすなよ。させ。交代の見張りがなかなか来ないんだよ。もうとっくに時間は過ぎてるのに。お前ちょっと下に行って呼んできてくれないかな。頼むよ。こんなやつだ。おお、なるほど。あいつは多分お城の外でサボっているはずだ。ほら、これを持っていきな。おお、後ろの鍵もらった。キノコ城の錠前を外せる。そいつはお城の入り口の鍵だよ。それがないと下のフロアの入り口が開かないからな。なるほど。もう脱走できるんじゃね？いや、なんか対マリオの武器をどうにかせんといかんのかもしれんけど。もう、脱走していいんじゃね？お姫様やもん。危険を犯すよりさ、逃げようよ。やんちゃなお姫様やけんな。アリーナ姫的な感じ。でも、ピーチ姫そんな戦うイメージないけど。はい、お城の鍵。イェーイ、堂々と出ていける。あ、おった。グーグー。見張れよ。今眠いんだから見なかったことにしてくださいよ。むにゃむにゃ。出ていけるじゃないか、私。どうやらここには鍵がかかっているようですね。開かないみたいですよ。せっかく脱出できると思ったのに。くそ。なんかこっちの岩こう。
わせないか。え、待って。解いちゃったんだけど。やべえ。え、怖い。あ、こいつになっていけばいいってこと？そういうことか。こいつになって向かって、あいつと交代して、扉の先に堂々と入ればいいってことか。なるほど。全然あいつ動きたがらんしどうしようかと思った。しかも変身解けるし。見回りご苦労、通ってよし。だまだま。さあ、私が来たよ。入れ替わりに来たよ。そこを抜いてください。おいお前、ずいぶん遅かったじゃないか。見張りの交代時間守れよな。まあ今回は許してやるか。よし、交代だ。俺はもう戻るぜ。どうも。サボるんじゃないぞ。ちゃんと見張ってろよ。うろうろしよるこいつおるけど大丈夫かな。ま、通りまーす。堂々と。この先は何？めっちゃガラス割れとるやん。やめてよ。人の城をボロボロにしやがって。あ、これで上に向かえる。カメックババがおるやん。なんで見張ってないってことにならんかな。てか、玉座の間はどこなの？あ、どうもどうも。なんだお前、ここは関係者以外通れないって言われてるだろうが。でもまあ来ちゃったものはしょうがないか。え、そういう？ゆるゆるやね、めっちゃ。仲間同士で堅苦しいこと、いい子なしだよな。仲間。おー、なんか来たぞ。よしよし、これで準備万端じゃ。もしマリオが星の精度もを連れてくるようなことがあっても大丈夫じゃ。まさかの場合のための用心というのは大切じゃからの。はい、さすがコメクババ様です。で、それを今から私がぶち壊せばいいということか？ん？そこのお前、なんでしょうか。見張りご苦労じゃ。なんで個人的に。いや、やっぱりお前なんか変じゃな。やけにいい匂いがするぞよ。とりゃあ。あんたたちの仲間はいい匂いするやつはいないのかい。きゃ。お前はピーチ姫、またもや逃げ出しおったな。お前たち、ピーチ姫を捕らえて元の部屋に連れて行くのじゃ。うわあ。いや。あ、ティンクあれ見えてないのか。あ、そしてマリオのターン。思ったよりでかかったな、なんか。自己紹介がまだだったね。僕の名前はテール。助けてくれてありがとう。お相撲もいなくなって、これでフラワーランドの花たちも平和に暮らせるよね。目を開けろよ、目を。マリオが来てくれなかったら、フラワーランドが再び光を取り戻すこともできなかっただろう。あ、あれやん。向こうにポコピーの彼女もおるやん。さあ、捕まっている星の精はあと一人だけ。もう一頑張りだよ、マリオ。僕の力も君の戦いのために使ってくれよ。次どんな感じ？なんやろう、相手の攻撃力下げるとか？マリオのスターパワーが6になった。マリオは時間よ止まれという星の精の技を使えるようになった。お？何ターンか相手を攻撃できる状態にして、その間にバシバシ攻撃するとか、そういうことかな。時間よ止まれは敵全体を動けなくする技だぞ。そういうことよね。これで君は6人の星の精の力を使えるようになったんだね。これをうまく使いこなせば、バトルの時もかなり有利になるはず。ふんふん。でも油断は禁物だよ。クッパの方もそれを知っている。今まで以上に手強い相手が待っていると思った方がいいね。力を合わせて頑張ろう。頼りにしてるよ、マリオ。とりあえず、ボスの時には、ボス戦前にクリオに入れ替えといて、一番最初に体力見える状態にしといた方がいいね。で、その後で、なんやっけ？なんやっけ？攻撃力減らすやつ。それじゃあ僕は星の国へ。懐かしいな。みんな無事でいるかっても心配なんだ。一回も目開けんやん。どういうこと？カードの状態の時目開いとったよ、ちゃんと。星の精を助け出すことができて、本当に良かったの。このフラワーランドも、お主たちのおかげで、元の美しい国に戻ったぜ。それは良かったです。
元の美しい国にはオズモン前から戻っとった気がするけどな。ありがとうよマリオ、お主のような者と会えるとはわしも長生きをした甲斐があった。わしらにまた会いに来ておくれ、楽しみにしておるぞ。ねえ彼女来とるよポコピー。ポコピーをよろしくお願いします。強がってるけど気の弱い人なの。ポコピーって言うなって言ってるだろ。そういう名前なやけんしょうがないやん。本当に人の言うことは全然聞かねえんだから。乗っとるキャラクターの表情をそのまま反映するのね、クモ。てか相手のこのクモかわいい。まあそういうところがかわいいんだけどな。へっ。リア充かよ。さあ、それじゃあちょっとセーブして、帰りますか。次はどこに行くんやろうな。お、なんじゃの？わしに何か用かの？キノコタウンへ帰ります。別に次の場所のヒント出てなくない？どうするんすか？ねえ、次の場所は？よし、占ってもらおう。これやったら確実やろ。誰？おお、お主か。いいところに来たのである。ほらほら、ストーリー進んだ。お主にお客が来ているのである。何？誰？かわいい。はじめまして。僕、星の生まれる谷から来たのです。星の生まれる谷は、遥か北の最果ての地、寒い寒い地方にあるのです。ふんふん。星の生まれる谷やって。谷のスタールさんが、マリオさんに伝えなきゃならないことがあると言ってたのです。ほう、スタールさん。どうやって行くのそこには。星の生まれる谷のスタールというのは、わしの息子なのである。ほう。どうやら、あやつがお主を呼んでいるらしいのである。星の生まれる谷やの、星じゃないんやね。星の一族ではなくて、あなたみたいな感じなんすか。何か星たちに関する大切な夜と思われるのである。であるからして、マリオよ。お主は星の生まれる谷へ行かねばならないのである。どうやって行くの？必ず来てくださいです。僕は先に帰って、スタールさんに報告するです。行き方は教えろよ。お？確かキノコタウンの地下の奥に寒い寒い村へ繋がる土管があったはずである。その寒い寒い村の先に星の生まれる谷があるのである。マリオよ。急いで星の生まれる谷へ行くのである。ほう。どこだ？地下？地下の土管？あ、これか？立ち入り禁止としか書いてないけど。これか？これな気がする。え、ここかな？何これ？壊せそう。ああ。え？うわ、落ちた。え？おぷくさーん。おぷくさん出といで。ねえ、なに？ゲッソー！うわ、なんか。いや、急激に出てきたよ。やめてくれよ。ちょ、待ってね。力抜いて。ビリビリゲッソー？雷攻撃してくるやん。感電するやん。水部屋のに。敵の攻撃力が下がったぞ。あ、なんか相手の攻撃力、もう下がってないな。まあ、攻撃していったんでいっか。順調に削りよるし、相手別に回復するわけでもなさそうやけん。削ってこ、削ってこ。いいぞ、いいぞ。レサレサこれ何回ぐらいいけるんかな。100% にしたい、100% に。はい、100、2、4、ロー、ハート。10ダメージやべえね。やばいっすね。あー、ビリビリ来たービリビリ来たーけど、ここでとりあえず。まあ、一旦何もしないで。待っといたら放出するやろ。んーと。何もしない。はい、来た来た。これでもう普通のレサレサピンタでいけるんじゃない？
え、いけるよね。あ、違う違う違う。チェンジしないでください。レサレサだった。普通の攻撃で6か。イエーイ。ん、なんか落ちてきた。ちょ、待って。じゃあ、先こっち行くわ。え？え？なんかヨッシーんとこに出てきたよ。消えんよね。え？なんで？近道ができたってこと？やったー。なんか知らんけど。なんか知らんけど、やったー。あ、マリオ、ジャンブル島へようこそ。じゃあもうあのクジラの存在意義はなくなったわけだね。島の外ってどうなのだい？子供たちがよく聞きたがるから僕も少し気になってるんだ。そこの土管ができたからここから来なよ。ねえ。え、めっちゃいいやん。近道できたよ。じゃあ、まあ今回はこの辺で終わりにしとくか。次あのゴミがあった方向に進んでくんかな。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ってことで、これでまあいつでもジャンボルとジャンボル島に来れるようになったけん、ここでの買い物とかもできるし、レベル上げとかも楽にできるようになったかな。フフフ。